この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。どうも、新しい鍵モッドがマシンの都合で導入できなかった、ともっちゃです。前回は、カツオを加工して天日干しして、カツオ節の完成を待つところまで行きました。今回は、カツオ節が出来上がるまで、昆布出汁の準備を進めていきます。昆布は海に自生しているのですが、新しいチャンクに行かないと生成されません。まだ生成されていない海域に行くってのは、ちょっと遠くて時間がかかるので、北佐賀村で昆布も養殖してしまおうと思います。養殖するには、昆布の胞子が必要です。村人との取引で入手することもできますが、これまた村人との取引を進めるか、新しい村人じゃないと取引条件を引き出せません。なので、もみじモッドの救済アイテムを利用させてもらいます。救済アイテムを作るには、金塊がたくさん必要になります。ちょっと豚さんたちから金塊やら金の剣やらを適度に採取していきましょう。あと、ネザーラックを回収して、ネザーレンガを量産して補充しましょう。ネザーレンガは頻繁に利用するので、そろそろ在庫が厳しくなっていましたからね。金の剣は下部モッドで耐久値を回復させて、新品同様になったらリバースワークベンチで金のインゴットと木材に還元させましょう。ネザーラックはピリカンプの自動精錬機に放り込んでおきます。焼き上がったネザーレンガは倉庫に送られ、倉庫の自動クラフト装置でネザーレンガブロックに加工されます。ランタン用のカボチャを収穫しているうちに焼き上がっているでしょう。各種建材の補充ができたら、北佐賀村に戻ります。建材の補充と、ピリカンプの倉庫などを漁って金塊をかき集めてから、北佐賀村に戻ってきました。金塊と、もみじブロックと、魚を用意して、昆布の胞子をゲットするチャンスを作りましょう。もみじブロックに、魚に、金塊に、と。ぽいっちょ。はい、ガチャです。確率で昆布の胞子がゲットできます。確率なので、たくさん用意して、入手確率を上げていきましょう。手始めに、8個でチャレンジ。ガチャは卵のように投げつけて、割れたら中身が出てきます。あーあーあああ。予想以上に飛んでいった。狂犬ともっちゃ。子供の頃に雪合戦で鍛えられたのがあだとなりました。中身のアイテムが見当たらないので、多分、ハズレだったと思います。ハズレ。ダメ。またダメ。あれれい?出ました。これです。これが昆布の胞子です。これを水中で育てていきます。一度にたくさん育てたいので、胞子をいくつか用意しましょう。ガチャに課金していきます。もみじブロックが足りなかったので、金塊を使い切る前に終わりました。いくつか出てきましたね。最初は5個もあればいいかな?昆布は成長すると高さが5ブロックほどになるらしいので、そこそこ深い養殖用のプールを用意しましょう。プールを建設している間に、カツオ節も出来上がっているでしょう。昆布の養殖プールはここのスペースに作ります。サクッと穴を掘りましょう。掘りました。掘ったプールは広くて深いので、バケツで水を張るのが面倒。なので、ビルドクラフトの水門を使っていきます。アディショナルパイプの水ポンプパイプと蛇口で手軽に水を満たしていきます。ダバー。水門から水源が設置されていきます。北佐賀村の水辺の整備にも、水門は大活躍していました。魚雷で開けた穴を水で埋めるには、水門が一番便利。水門でプールに水を張りつつ工事していきましょう。でも、油断していたら、水がダバーしてしまいました。ポンプを撤去して、土で水抜きしたりと慌てながらも。サクッと完成。昆布の胞子を終えて、養殖開始です。水中作業では、鍵モッドだと見づらいのでオフにしています。そういえば、おつまみで、おしゃぶり昆布、浜風っていうのが売ってましてね。まあ、なんていうか、浜風がおしゃぶ。
無事に昆布が植えられたので、影モッドを入れてみてみましょう。これが、5ブロックの高さまで成長するようですが、まだまだ時間がかかりそうですね。昆布の成長が見やすいように、水族館の水槽みたいにしてみました。影モッドの水の揺らめきがいい感じになっていますが、昆布だけっていうのもあれですね。ほっといたらイカちゃんがスポーンしそうですけど、イカはトモッチャの大好物なので、長くは生きられないでしょう。さて、昆布の養殖場を建設しているうちに、カツオ節もできていると思います。うどんのつゆはカツオと昆布の両方が必要ですが、うどんのつゆを使わずに、うどん料理が作れるそうなので、今回はそれを試してみましょう。まずは、カツオ節を回収しておきましょう。これだけのカツオ節があれば、しばらくは困らないでしょう。はい、これが、カツオ節。干し上がったカツオ節を回収して、また新しく干しておいてっと。108個のカツオ節が手に入りました。煩悩とは関係ありません。これをクラフトすると、削り節になります。日本酒に削り節入れてレンチンで熱燗にすると、寿命が縮むくらい美味しくなります。削り節を用意したら、今度はうどんを茹でましょう。ついに、うどん料理ですよ。羊が踏んで、もみじちゃんが切ったうどんが、ついに調理されます。チェストの中で乾麺になってたんじゃないかと思いながらも、茹で上がるのを待ちます。茹でたうどん。せっかくなので、もう一玉茹でておきましょう。トモッチャは、夜食に玉うどんをレンチンしてネギとつゆかけてもぐもぐしてます。お湯を沸かさなくていい分、カップ麺よりも早く出来上がるんですよね。卵を乗っけても美味しいし、手軽なもんだから、インスタントうどんブーム。で、北佐賀村から、佐賀村に来ました。ややこしい。材料に、いろんな種類の野菜が必要なので、取りに来ました。キャベツに玉ねぎに人参。醤油と塩と黒胡椒を用意してっと。材料を揃えたら、北佐賀村に戻ってきました。ジャンクが読み込まれていないと、昆布が成長しませんからね。順調に、2ブロックの高さにまで成長していました。大きくなれよ。ってなわけで、クッキングタイム。で、焼き豚も必要なので、焼いておいて。持ってきた材料を並べて、完成した削り節を入れて。あれ?どうして?神はいない。アップデートで ID 変わってたんすね。まあ、冷静に対応していきます。使用中止になってたけど、故障ブロックにはクラフトできるようなので。一度故障ブロックにして、胡椒のバラに戻してやれば、使用可能な方の黒胡椒に変換できます。変換したら、もう一度レシピを置き直してっと。焼きうどん。ついに、うどん料理ができました。長い長い道のりを経て、うどん料理が完成しました。本当に長かった。いろんな意味で。でも、トモッチャは焼きうどんはそんなに好きじゃないので、栗ご飯も一緒に用意しましょう。もみじモッドのレシピが増えたのに、あまり堪能してなかったからね。いろんな料理を試していきましょう。もみじモッドの料理はエンシェントウォーフェアの労働者の食料にもできますからね。余ったら提供していきましょう。栗ご飯完成。なんだかんだで、昆布が育つまで時間がかかるので、北佐賀村周辺で開拓の続きとかしていきましょう。次回は、例のゾンビ村人を助けたいと思います。ゾンビに汚染された村人を助ける。聖人君子のトモッチャとしては、見捨てられませんからね。決して忘れていたわけでもないし、昆布が育つまでの時間つぶしというわけでもありません。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。